ボヘミア王国のペルエーティ、1910パーチ店の仮面ペルヒタは、オーストリアなどのアルプス地域の土着伝承で登場する女神である。その名前は、後期あるものを意味する。多くの場合、ゲルマンペーガニズムの神に分類される。童話作家、グリム兄弟のヤーコップ・グリムら民族学者によると、女神ホルダと同等のものか、南に住む獣枚とされ、動物の守護者とされ、 また、宝石の監督者として、クリスマスの12日に現れるとされる。当初は、休日の宝石産業禁止などの文化的タブーの監督者とされた。ドイツのバイエルン州とオーストリアの民間伝承では、ペルヒタは真冬に、田園地帯を歩き回り、クリスマスの12日にかく、家を回り、よく働きよい子にしていた子供には靴やバケツの中に、銀貨が見つかるようにして、 悪い子には悪夢を見せ、内臓を切り開き石を詰め込み井戸に沈める。特に雨や、羊毛の宝石の仕事ぶりを評価した。祝祭の日に食べるべきもの以外を食べた場合は、藁を詰め込むとされた。穀物の成長を見守り、水子や養成した子供の魂の安息の地である、泉屋池などを管理する。その結果、子供の幽霊を率いるものとされている。悪い子の体を開く鉄の斧。 悪い子を拘束するテッサを持つ。良い子には、気前の良い報酬を。悪い子、嘘つきには、制裁を与えるものとされている。ザルツブルクでは、深夜の放園ザルツブルク上場内をさまよっていると、されている。パーチテンと呼ばれるマスクをかぶる、祝祭行事がある。オーストリアのポンガウでは、シェーンパークチンとスキアッチョパークチンの更新が行われ、美しい仮面は、幸運を招き、 醜い仮面は悪霊を払うとされている。ありがとうございます。